ですね、また2回目のキャンプです。で、向かってるのは成田夢牧場っていう千葉県にあるキャンプの人気スポットですね。でね、これ人気あって本当平日とかでも撮るの大変なんですけど、土日なんか特にね。今日予約いっぱいだったんですけど、当日いきなり電話してみたら空きがあるっていうことで、今から向かってます。今午後1時ですね。でチェックインがね、午前9時で、次の日の午後5時まで入れるっていうことなので、長い期間キャンプ楽しめるかなと思います。それと、成田夢牧場の方にもね、安く入れるみたいなので、楽しみですね。前回の反省を生かして、今回はどんな風に楽しめるか、そういった部分をね、皆さんと一緒にお楽しみ。途中にあった丸越スーパーですね。スーパーとこっちにコメリがあったので、ホームセンターで少し買い出しをします。今やっと買い物が終わったんですけど、さっきのスーパーとホームセンターのところにラッキーなことにダイソー回りまして、ダイソーそこでね、とりあえず全部揃えましたね。ただ残念なのが薪とランタンがねなかったので、100均のランタンを使うのと、現地で薪を調達しようかなとは思ってます。現地の薪なんか高そうだからね、埼玉のキャンプ場みたいにあれだけの量売ってくれるかどうかっていうのも分かんないし、あとは到着するのを待つのみ。はい、無事着きました。やっぱりね、混んでますね。日曜の午後なんですけど、おそらくチェックアウトをする人が多いんですが、まだね、全然いる。これから受付を済ませて、テントを立てたいと思います。はい、着きました。今回ね、残念ながらですね、テントサイトがいくつかフリーサイトなんですけど、明日が平日ということで閉鎖されてるので、今回はね、ちょっと狭いサイトしかなかったんですけど、空いてますね。結構やっぱり周り本格的なキャンパーの方も多いですね。前回はテントを立てるのに約1時間15分から1時間半ぐらいかなかかったのですが、今回はどれくらいかかるでしょうか。ではテントを立てます。はい、今回はですね、だいたい1時間ぐらいで同じ人数でですね、完成しました。それプラスアルファこういった焚き火台ですね、今回新たに購入したもの、前回持ってたんですけどね、使わなかったものがあります。で、これがエアベッドの、空気ですね。それを今からね。で、今回ね、地面が土なんでペグも入りやすいし、この下は踏んでも痛くないんでね、かなり快適ですね。では今からちょっと空気入れて全体的に完成させたいと思います。では、はい、では今から記念すべき空気を入れます。音注意室の音ちょっとうるさいんで、いきまーす。あ、入ってんね、入ってますね。膨らんできた、ほら膨らんできた。これ何分か放置しないとね、今回ちょっと炊事場とね、お手洗いが遠いんですよね。これちなみにスマホ撮影です。それがね、たまに傷ですわ。で、だんだんと本当に人が減ってきました。で、炊事場で使うのがこれですね、100均で買った水タンク4リットル。だいぶお客さん減りました。いいですね、皆さん楽しんでますよ。もうこれ、あ、ここのサイトしか月曜日が開放してないのかな。いいですね、炊事場。
炊事場の雰囲気いいですね。こっちがもういないですね。さっきまであれだけ人がいたんですけどね。これが夢牧場の場内マップです。僕らが泊まるのが D サイトで、平日が E、F、G サイトが閉鎖になるので、フリーサイトがね D しかないんですよ。他が電源サイトだから。でね、 D サイトからここからね、このスミステバがめちゃくちゃ遠い。それがねちょっときついな。あと見た感じね、バーベキューコンロとか洗える炊事場がもしかしたら1箇所しかないのかな。ちょっとまだ分かんないですけどね。炭捨て場が遠いのが嫌だな。嫌だな、嫌だな、怖いな。現在午後5時半ぐらいですね。だいぶ周りが静かになりました。ではそろそろですね、バーベキューを開始していきまーす。やっと準備が整いました。今からバーベキューしていきまーす。肉をバンバン置いてください。よろしくお願いします。バン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 置いてください。では焼肉をいただきます。トントロか。さっきもうね牛食っちゃったんで、一口トントロいただきます。うまっ、やばっ、進むわ。咀嚼音聞こえるかな。そしてこの銅のグラスにぼやける、ぼやける。OK、これを冷えてる。ああぼやける。うまい。はい。ではね。恒例のステーキをいただきます。今回2枚あるんで、1枚失敗してもね平気ですよ。さてどうなるかね。これ使ってみます。100均で使ったマジックスープ。ちょっと見えないからやべえな。あー見た目いい。繰り返します。あ、張り付くね。やるね。やるやる。超張り付いてる。まあまあまあ。まあまあ。これある程度火取ったらもうすぐ揚げないとダメだ。はい。焼き終えたステーキの焼き加減。これ超柔らかい。あ、まな板間違えた。傷ついちゃう。あれまな板間違えたね。まあいっか、くよくよするな。すげえ柔らかいけど大丈夫。もうけどミディアムレアだよね。ほらうまそう。食ってみます。ちょっとなんか怖いけどな。火が通ってなさすぎる感じもするけどな。ほら大丈夫かこれ。レアだね。
大丈夫かな。いただきます。うん、うまっ、柔らか。さっきね、お肉ステーキか、美味しいって言ったんですけど、実際ね、そんな美味しくなかったんですよ。で、今回は、塩味とガーリックとブラックペッパーを先につけてから焼きます。あ、これ美味しそうだね。明らかにこっちの方がうまそうですね。じゃあちょっと切っていきます。あれ、おかしいな、硬えな。血のせいか、血のせいじゃないか、若干硬えな。さっきより、まあけどさっきねレアだったから、今回ミディアムレアだったら問題はないと思うよ。ただ今回味染みてるから絶対うまい。このまんま1枚食ってみようか。一回ちょっとじゃあ真ん中の焼き目を見てみると、うわー火通ってるわ。あ、まあいや、あっぶねえわこれ。このままちょっと1枚食ってみます。うん、うまっ、味付けうまっ、買った。だいぶ夜も更けてきて、ただまだね7時半なんですよ。周りを照らすと、はい、照らすというか全く真っ暗。やっぱ明かり必要っすね。明るいランタンか光の何か買った方がいいですね。ほんと暗い。勉強になりました。これから海鮮系と舞茸のホイル焼きを食べて焚き火を始めたいと思います。ようやく焚き火をし始めたんですけど、このね1980円ぐらいで買った焚き火台がね結構脆そうなんで心配なんですよね。あんまり火力を強くしちゃいけないのかなと思いつつも結構強火でやってます。今日はね、前回の秩父に比べて全然寒くないんで、おそらくエアベッドの空気が抜けなければゆっくり眠れるんじゃないかなと思います。あとはもうゆっくりとしっぽりとお酒を飲みつつ寝たいと思います。まだ明日もありますね。ではおやすみなさーい。現在朝の9時ですね。寝たのが1時ぐらいかな。8時間ぐらい寝ちゃいましたね。前回の秩父に比べたらもう全然寒くなくて眠れました。で、朝は結構暑いなっていう印象ですね。これから朝ごはん食べるか食べないかちょっと分かんないですけど、成田夢牧場かに入れますんで、入場券買ったんでそこに向かいます。芝生で寝っ転がってます。ちょっと二日酔いがあるんで贅沢な時間ですね。暑いわ。牧場着きました。まず軽食食べて動物たちと戯れて、でまだ炭とか薪が余ってるんで、それ用にソーセージとか買ってまたキャンプサイトに戻ります。楽しみ。いや、めっちゃいい雰囲気やん。これははかどるね。いろいろとはかどる。入り口のすぐそばにあるレストラン街でピザを食べたいと思います。軽くね、牧場ということでチーズもねきっと美味しいと思いますので、ピザとポテトが来ました。これね美味しい、すごい美味しい。食べてないけど、ちょっとついつい雰囲気に負けて牛乳ソフトクリームを買っちゃいました。かわいいね俺。
絞り。出てますね。ちょこ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 出てますね。モトクロスとかセグウェイとかね、アーチェリーか、いろんなアクティビティもあるみたいですね。モルモットさん香りました。モルモットさん、わさ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 、はい、無事ね30分かけて1匹捕まえました。今ねこの子ね、あの怖さで震えてますね。ほらわかるかな、ほら撫でるたびに震えてる。美味しそう。はい、牧場といったらヤギですね。餌買ったんで餌あげましょう。怖いな怖いな、はい怖いな、はい食え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 、誰だって、はい食え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 、随分ちっちゃい子がおりますね。餌の争いに参加できないね、こんだけちっちゃいと。ああ、乳吸ってますね、乳。そしてその横になんかモフモフな子が一人いますね。あ、近づいてった。家族ですかね、あれ。でかい、モフモフ。やっと触れる小さな子に出会いました。よいしょ。おとなしい、いい子だね、いい子だよ、美味しそう。この村のね、オサがいたのでちょっと対談したいと思います。やっぱ余裕ありますね、動きませんね、全然。気持ちいいっすかね、気持ちいいよね。あーちょちょちょ、でかい。あ、待って待って、ズボン食べないで。いや余裕あるね、やっぱり。見てください、このモフモフコ。一通り見終わりましたけど、そこまで広くはないのかなと思いました。やっぱりマザー牧場とかに比べちゃうと、もうあの動物も見ないで駆け抜けたら5分ですね。なので一旦ちょっとね、ソーセージとか買うか分かんないですけど、テントのキャンプサイトの方に戻ります。牛舎がありましたね。牧場といえばね、牛舎ですね。わあでかい。見て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 。もう名前からして美味しそう。見えないかな。ちょっと明るさ。ちょっと見づらいですね。はい。黒毛和牛ですね。ああ美味しそう。美味しそうな子たちばかりですね。ああ。乳搾りですか。エロいですね。この子たち触っていいのかな。だいぶ興奮して餌食べてますね。ああ、もく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 食べてますね。こんにちは、こんにちは。キャンプサイトに戻ってきたんですが、結局牧場でピザ食べたら、この後またバーベキューする気が起きなくなってしまいまして、こういう片付けもあるしね。なんかもう片付けて帰ろうかなって、疲れちゃったし。多分こっからねダラダラやって2時間ぐらいかかるわ。夢牧場含めてキャンプ
プサイトも含めで、チェックイン午前9時のチェックアウト17時ということで、ですね、まあ、すごい増えたんですよね、人が。トータル的に考えたらかなりいいキャンプ場なんじゃないかなって思いました。安いしね。というわけで、ご視聴ありがとうございました。また次回のキャンプでお会いしましょう。では。